今日の動画は前回ねみんなと一緒に見たアメージングデジタルサーカス、トムニーとかジャックスとかねめちゃめちゃ可愛くて面白かったんやけど、その動画のコメントでマーダードローンっていうのも面白いから見てくださいっていうコメントがあったよね。のでみんな今日金曜日やしね、ポップコーンでも食べながらね映画見る気分で、今回このグリッチさん、まあ、前回のアメージングデジタルサーカスと同じやねグリッチさんのこれ見てマーダードローンシリーズ見ていこうか。全話一応今ねエピソード6まで出てるみたいなんで、まあ、結構ね長くなるかもしれないけど、みんなもねお菓子とか食べながら俺と一緒に見ていってくれたら嬉しいなと思います。マーダードローンシリーズもね楽しみと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしく。よじゃあみんな、マーダードローンエピソード1パイロット見ていきたいんやけど、まずマーダードローンっていうのはとある理由でお互いが殺し合ってしまうことになる可愛らしいロボットが登場する番組、まあ、ちょっとダークな世界観と可愛い世界観が混じってるみたいな感じなんかな。ちなみに音声と字幕どっちもね日本語にしてます。さあ見ていこう。そう、俺もね実はね声は可愛い、声はねオリジナルの英語版で聞きたいんやけど、やっぱ耳でもね日本語でも楽しみたいっていう人がいると思うから、ドローン、人間の惑星採掘作業を手伝う自立式ロボット。俺全く知識ないからね。JC ゼンセンインスペースっていうところで働いてるドローンたちだ。けどさ、別に革命を起こして人類皆殺しとかしたわけじゃないんだよ、大抵は人間たちがうまいことやってたんだけど。なるほどね。うわ、地球がどういうこと？やっぱドローン工場で人間がうまいことやってたけど、人間が死んじゃった後の世界みたいな感じなんかな。ドローンだけが生き残ったみたいな。あ、生命が惑星から消え去ったから、うん、うちらとしては簡単に次に進むことができたの。なるほどなるほど。やっと自分たちのために未来に進めるようになったわけ。人間がもう滅んでしまった後でやっとフリーにドローンたちが動き始めたってことか。私たちの親会社は解放された AI っていうのがお気に召さなかったみたい。なるほど。なんだ、うわかっこいい、なにかっこいいけこのアニメ。エラー、なるほど、これがロボット同士で争うってやつかな。うわかっこいい。俺かっこよさに反応しちゃうから、みんなそれだけ許して。マーダードローンス、なるほどね、人間がいなくなった世界で親会社ってどういうことだろう。親世代が永遠に何をやってんの、あいつらが死体の塔を増やすって言ってんのに、このバカげた三重のドアのこっちで氷の下に隠れていろって。なるほど、レジスタンスみたいな感じかな。待ってるだけじゃん。まあだから私の計画ではこの超イケてるレールガンを使う。かっこいい雰囲気ではない。バカが置きつけて自動翻訳言って。まだね、今は動いてないの。なるほど。誰が使えないって言った、使えんじゃないの。ああかわいいこの子、名前は、名前知りたい俺みんなの。ウージ、宿題の成果を買う文章問題だったよね。この時期増幅光量子収束器じゃダメなんですか。何時期増幅ダメだ、それに感情抑圧の問題に効果はたった2点だ。それってそんな色だったっけ。やっぱり学校なんだ。痛みって何って言ってんね。やっぱりドローンだから痛みとか感じないんやけど、痛みとかの勉強をしてるってことかな。大したことなかったのね。よかったよかった、大したことないのが一番だよ。今時マッチョなんて流行んねんだよ、チャドの野郎。問題にされることってないの。かっこいいな。おウージ聞いたぞ。ウージね、その思春期うつ中だから来んな。てかなんで私の名前知ってんの。あんた人気者ね。ウージ君とは、まあカーンの娘の顔ならみんな知ってるだろ。カーン顔の半分吹っ飛ばしてたかもしれないけど、カーンっていうのがすごい人なんやね。笑える。あんたは何で来たの、テストステロンの出過ぎ。そんなことがあんのか。まあいいや。テストステロンはドロップだからドローンなんか出ないんじゃないか。ちょっとやめてよね、そんなの。それと、なるほど、そういう系ね。超絶イケてるレールガ
さんのこと SF のくだらない知識が超使える、うん、今夜マーダードローンの拠点に潜入して最後のスペアパーツをゲットして世界を救ってパパを見返してやるって、うん、世界を救うのがメインよ、うんうんうん、なるほどね。マーダードローンっていうのがこの子たちを襲ってる機械の方だ。作ってるからその必要はないだろ。そんな感情的に制圧されたような恐ろしいことしなくても。もう抑圧の話をうんざり。ああごめんって、そんなつもりじゃ。うざ別にあんたに怒ってないかんね。優しい。ホルモンの乱れホルモンもないだろ。でも君たちはあんのかな。そういうとこまでちゃんとしてるドローンたちなんかな。まあでもそういうジョークやろうね。ウージ君、ウージちゃんだっけ。ウージちゃんね。でお父さんがすごい人なんだ。でマーダードローンっていうのがこの子たちをやっつけようとしてくれる、やっつけてくる悪いドローンたちの方だな。なになに、これマーダードローンのあれじゃない、なんか根城というか場所なんじゃない。かっこいいな危険危険って書いてる。うわ、びっくりした。どこに行くつもりだ。どこに行くつもりだ。うーんと、こっそり抜け出して付き合ってる彼と遊ぼっかな。かわいい。冗談は寄せ。うん、はいはい、バレた。お父さんかな、これ。カン、キン。その外部油圧機構を測定しなきゃで、うんうん、ドア1のやつ。なぜかというと、それ学校でやってるプロジェクトで、うん、片言だな、みんな。なんかかわいい。パパが作ったようなやつね、うん、やっぱりパパなんだこれ。 WTF に入りたくてドアの後ろに隠れてトランプでもしてたいなーってただトランプで遊んでいるわけじゃないぞ、うん、カーン、新しいパックを持ってきてくれた。やっぱカーン、お父さんだ。文字通り数学で薄れるほどトランプで遊んでいるからな。お、いやー、うん、ウージー。あ、どうも。なるほどね、まあ、こんなにも素晴らしいドアを作ったらいいドアだ。本当に素晴らしい。戦う必要ない。まあ開発なんちゃらって言ったもんね。開発してる人なんだろう、お父さんは。ほら、最初のドアの試作品でボルトを締めるために使っていたレンジではあるが、殺戮ドローンが7位と住んでお前のお母さんに襲いかかった時にピンチから救ったレンジでもある。これを持っていてもらいたい。お守りかな。セラピーってすごい。お前たち、私の娘がドアを見に行くぞ。ほうほうほう。結構少し外に出てドア1の外側を調べるそうだ、うんうん、ドア以外のところに行くんじゃないぞ。なるほどなるほど。ドアをチェックしに行くのね、そのレンチで。行きます。これまでずっとうまくいったもんね。ドア最高峰。かわいいな。子供の成長は早いもんだ。それ取れ、あ、そうか、取れるんだ。ドローンだから。ドローンだからそれヒゲ生えないんだよ。よく考えれば普通にヒゲ生えたお父さん的なポジションの人だと思ってた。入ってはいけないって書いてるね。 Do not enter っていうのはそういうことだ。でもまあドアのチェックをしに行こうってことやね。人間の今手みたいなのがあったね。骸骨になってたけど、ドローンだ。大丈夫？何？それ何？人工物やね。ドローンがなんか操作して作ったやつなんかな。どうなるんやろうね。かわいい。表情豊か。なんかね、ポムニの時もそうやったけど、表情豊かでね、かわいいよね、みんな。ほうほうほう。チェックしてるんだな。なんかここでさ、とんでもないの見つけたりするんじゃない。何何、ドローンだ、マーダードローンだ。来た。え、マーダードローン、かっこいいな。悔しいけど、かっこいいな。ああ。まずいよ。バレない？それ何？なんか拾ったよ、それ。バレるんじゃない？はっ、やばい、レールガン、レールガン。かっこいいな。弾なんだ、それ。うぅ、
ージ。かっこいい。素で。おお、アニメ見るの意味あったじゃん。アニメで勉強してるんだ。おお。おお。いた。なになに。痛い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 、大丈夫。とんでもない。もう撃ってるぞ。それ溶かすんだ。来た。おお、おお。素晴らしい破壊力だ。え、やってるじゃん。なにこれ、すご。すご。ほら見たか、パパめ。え。生き返んの？流動金属みたいな。でもエラー出てるよ。その腕で僕を殴ったの？え、マジ喋るんだ。確かに。ごめん、ちょっと頭を損傷しているみたいで。なるほど、ね。君はうちの分隊の新入りかな？君って分隊ドローンにしては背が低いよね。うんうん。顔判別できてないんだ。ウージちゃんのこと。僕はシリアル指定コード N だ。よろしくね。この町の分隊のリーダーみたいなもんだ。なるほど。相手も相手で。みんなには役立たずの悪者っていう感じじゃないんだ。もっとこれは言っちゃいけないんだった、いけねー。まあ正直が一番だからね。かわいいね。正直が一番だね。確かに。この3時間くらいの記憶もないみたいだけど、きっとそのうちわかるよね。やばいな、バレてはいけない。バレてはいけない。私もう行くわ。先生行こう。痛い痛い。バレる。自分を刺しちゃったの。ああ。口の中に入れてみて。僕らの唾液なら七板さんが中和されるはず。そうしないとだんだん分解が進んじゃうよ。ほら。僕らの唾液って分解ドローン？ああ。なるほど、ね、ちゃんとした文明なんだ。そこの着陸に入りましょう。そうだね。何でもいいよ。おい。うん。甘い。僕って新しいものには寛容なんだよね。そんな話してない。これ仲良くなっちゃうパターンかな。何の話だったっけ。ほう、抑圧のことだったかな。分隊の他のメンバーがいるんだっけ。すぐ戻ってくる。ああ、うんうん、他の二人のことね。二人はちょっと狩りに出てる。だけどきっと君も気に入るはずだよ。これ来たらまずいんじゃない。やめてくれ。お願いだ。家族の目の前でだいぶ気を壊せないでくれ。ああ、V かっこいいな。もう終わり？まだ物足りないわ。ちょっと怖いよな。でもこちらへんマーダードローンっていうぐらいだからな、ね、殺人ドローンなんよね。今夜はこの星全体で猛毒嵐が特にひどくなるらしいんだ。猛毒嵐。もし何も予定がないんだったら。何を、あんた誰？好きなんだ V のこと。大丈夫だよ。僕は N。なるほどね。覚えられないからね。ほら。なるほど、アルファベットのコードになってるんだ。とても尊敬してるけど。N と V ね。実は彼女の方が好きだ。やっぱりわかるよ。言わないでよ。かっこよかったね、あの子。ね、N 君と V ちゃんね。あと J がいる。僕らのリーダーだ。J、あんたって価値のないポンコツね。かっこいい。会社に許してもらえるならすぐにでも殺してやりたいところだわ。なるほど。J はすごいんだ。よし。この辺りについて説明するよ。外にあるのは J と V ちゃん、どっちもかっこいいな。ここにはボタンがある、うん、これってただの着陸ポットじゃないわ、うんうん、宇宙船よ。宇宙船？これでここから逃げれるよ。せいぜい使い捨てのミサイルだよ。着陸方法なんて教えてもらったことないし、うんうん、いや私じゃない、作業用ドローンたちと協力すれば修理できるよ、うんうん、殺すだけじゃなくて。確かに。なんでそんなことしてるんだっけ。オイルを摂取して単にオーバーヒートで死なないためでしょ。あの温かくて甘くてドロッとしたオイル。なるほど。ドロッとした。この子たちはオイルを手に入れるためにこのウージちゃんたち作業用ロボットを。思い出してよ N。 作業用ドローンを殲滅した後、会社はあんたを処分しないってマジで思ってんの。確かに。反逆者みたいだね。ちょっと面白いよ。でも楽しそうじゃないね。ルールを守ることに比べたら。なるほどなるほどね。お、帰ってきたみたいだ。オイルのために戦ってるんだこの子たちは。出てきなよ。誰？フージ逃げよう。一旦逃げようか。ここはやばい、
ジェイちゃんじゃない？ねえ、外で労働ドローンを見つけた。ほらほら、作業ドローンなんだ。ちょっと試してみたいんだけど。動物ドリーン型。ここの悪い影響で回線が飛んでオフラインになったみたい。ジェイちゃんだな。おいポンコツ、おい。システムリブート。やばい。どんだけ大事にしたか思い出すよ、エル。思い出されたの。うん、確かに確かにね。作業用ドローンとマーダードローンの2種類のチームなんだな、これは。こっち側がマーダードローン、殺人用ロボットで、ウージちゃんの方が作業用ロボットそのって感じやね。相当危険な武器をそのまま外に放置して、レールガンだ、レールガン、レールガンじゃない、あの子のこと、ウージちゃんのことだ。早く仕留めないとって思ってるよね。来んのかい。でも私は外出中です。私は外出中です。なんてことだ。いいね、この AI ボイス。のことを聞きます。もう帰ってきた、帰ってきた。うざいな、閉まって。早く早く早く閉めよう。早く閉めよう、来る。これ入ってくるんじゃない？やばい。N だっけ？やあ、みんな。おお、僕も仲間に入れたよ。神は大好きなんだ。待てよ、いや、これからみんな死ぬんだよね。また別の機会にしよう。やっぱりそういう感じなんやろね。やばい、コードが、はっ、あああ、終わった。レールガン、レールガン。実はこれ、ジンラミーなんだけど。ジンラミーってなんだ。作業ロボットやっぱ倒すんだ、この子たちは。もう一回撃った。あ、違う、まだチャージ中なんだ。パパはパパ。パパどこ？ねえ、ウジ、僕は今まで誰にも名前を呼ばれたことないんだけど、念のために僕の名前を。名前、名前も、最後に教えてほしかった、君の。ほら、やっぱりこの子たちはオイルが欲しいから作業ロボットチームっていうか、作業ロボットのみんなを倒すんだ。来た来た、準備万端。溜まった、放て。どこ行った、どこ行った。上じゃない。すんばらしい油圧だっただろう。やばい、パパまずいよ。な、一体何をしたんだ。違う、来てるんだって。行け！おお！かっこいい！パパがおるよ、でも後ろに。危ないよ。一緒に過ごした時間は楽しかったけど、うん、そんなもので V を打たせるわけにはいかない。うざいな、パパ。 V か、この子。ウシ、お前がマーダードローンをここに連れてきたのか。私が入ってきたんだって。今はそれどこじゃないの。私がしでかしたことは自分でちゃんと償うから、避けてパンダ。あ、パパ頼む、助けて。パパ狙って撃って、信じて。いや、撃って。え、パパ、パパ、信じられない。最低じゃない、ちょっと。頼む、許して。 あ、やっぱ N やんね、この子。 V に打たせられないってどういうこと。夢を見てるのかしら。あ、自分の名前 V って言ってたんだっけ。役に立つこともあるんだ。何ヶ月もこのドアを突破しようと思ったんだけど、よくやったわ、N。やっぱ N やんね、君、僕の名前を覚えてくれたの。この換気シャフトを使えば最後のドアも簡単に迂回できるね。殺した数が一番少なかった人は罰ゲームでミサイルを食べてね。よくやったね。会社も喜ぶわ。この頃に優勝したら確実に今期の最優秀チームになれるわよ。どういうことかわかる？ブランドのペン。おお、ペンが欲しいんだ。ブランドもののかっこいいな、あの翼。ちょっとかっこよさに反応しちゃうから、そこだけ許して。みんな助けてくれるんじゃない。でも
その僕はみんなを殺したくてうずうずしているってわけじゃないというか、ね、労働ドローンと僕らはあんまり変わらないかもしれないというか、うん、変わんないよ。でも助けてだからちょっと気になるんだよね。実際全部終わった後会社は僕らをどうするつもりなのかなって、うん、そうよ、会社も絶対始末されるって君たちも。だからさっきの労働ドローンなら着陸ポットを修理して、うんうん、この星から脱出できるって言ったかもしれない、うん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 、というかなんというか、それはルール違反だ。でもちょっと気になるんだ。なるほどね。どうして僕らのポットは最初から片道だけだったんだろうって。それは会社が本当はロボットを愛していないからなんじゃないかって感じるんだ。なるほど。僕らは気づいたか、N。僕はひどい間違いを犯してしまった。すぐに伝えられたらいいんだろうけど、うん、ありえないわ。会社を疑うの、まあ、これで必要な口実ができたわ。何？あ、ロードドローンは不良品なの、N。だから私たちが派遣されたのよ。あんたまで不良品だと分かってがっかりだわ。 ありがとう、ジェイ。いつも気にかけてくれてすごいな、君は。助けらんない。ああ、そうだ。ウルス入っちゃってるもんね。でもトランプゲームを台無しにしていいやつなんだ。気まずい感じにさせちゃったね。気まずいどころじゃないよ、もう。しちゃった。そのせいで殺されたね。でもあんたも私を殺そうとしたからこれでおわいこね。助けてあげられない。全然届かないじゃん。全然届かない。そう、助けよ。はっきり言って、うん、あんたの変わり身の仕方死ぬほどダサかったわ。あれってこっち側につこうとしてたわけ？まあ、そういうわけでも、ああでも反逆者になろうとしたんだ。コツを教えてくれてありがとう。なんそれ、慣れ合わないわよ。たくさんの人を殺したバカは。正論だね。確かにね。僕は取り返しのないことをした。もう。じゃあ今度はそれ償いなよ。その連中は。何もするよ。伏線回収。ここでレンチ。あ、パパだ。やばい、殲滅される。この頃に避難場所を見つけられてしまったが、うんうん、簡易ドアを作れば。ドアまた作ろう。パパでも俺もう許されないかも。冗談だ。あんたら WDF だよな。守れよ。確かに、こう、まあ、技術開発部みたいな感じなのね、うん、ドアとか作ってるパパたちは。あ、かわいそうに。ちょっと、やばい。そこの魅力的なイケメンを解放しなさいよ。よかったよかった、最低も生きてるね。そのジェイ、君は僕に意地悪するよね、うん、そんなことをしてほしくないんだ。これはただ建設的な批判だ。イケてる。やばいよ。でも裏切り者、あんたの存在を強制してから考えることにするわ。ね、来るよ。どっちがいい？ J でお願い。残念、今後。なにそれ、ペン。お、なんか出た。かわいい、アイキャッチ。やばい、かっこいい。でも来るよ。君もあの姿になった方がいいんじゃない？なんか動物型にもなれるみたいに言ってたもんね。やばいやばいやばい。上質なジェシー・ジェンセン製品の耐久性が穴に。そんなんがあるんやね。あ、強くない？この子普通に。おお、危ない。逃げよう。迷いがあるから。そういうことよね。うう、好きやもんね。だってこの子好きって言ってたもんね、知恵のことを。やばいやばい、エラーになってる。いやでもいい感じだ。撃つぞ。あ、何、おお、電磁波みたいな、強制的になんかシャットダウンみたいなさせるんだあれ。おお、おお、アニメーションやっぱすごいな。でも出た、やばい。
当にごめんね。これは話したことなかったんだけど。え、何？何？なんかベロ出た。ベロって舐めたぞ。やばい。早く売ってほしかったのだから。ここの近くのない不良品にしては度胸があるわね。前にも私に歯向かってきたやつがいたけど、あんたの短気な性格は、そうね。伏線か今のも。ちょっと太陽半径の利益が循環型デザインだわ。企業リーダーシップセミナーの成果を。何を言ってるんだ。成果のことが。一言でも喋ったら撃つよ。もう撃っちゃおう。エクイティーパーツマッシュ。喋っちゃったじゃん。こんな近くで撃って大丈夫だな。倒したでも。おーいいね。あ、いた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 。あ、もう一人捕まえてんね。すごいよ、ウジ。ありえない。そんなことがあんのか。そういうことよ。まあいいや。私、うっかり殺人ドローンをここに連れてきちゃったけど。パパ、もうさすがに私はうっかりマダードローンを連れてきちゃった。連れてきたね。私を見殺しにすることを。そういうことよ、パパ。私のことを信じもせず、ちょっとパパ、もう俺はきついかもしれない。切れやすい若者のザレ事じゃないよ。信じてほしかったね。もう迷惑はかけないわ、パパ。私から出ていく。行こうよ。謝りもしないんだ。ここ私のことはうざいから。会えてよかったです、ウージーさん。うっさい。パパ、それ良くないんじゃないか。ナンバーワンだって世界一のパパみたいな書いてるあのコップ飲んでたわ。ちょっと皮肉になってるね。じゃあここから。僕が太陽で死ななかったら一緒に行くよ。君に重要なキャラクターの成長か何かがあるといいね。人類殺戮待ちきれないわ。ロボあるあるだね。え、あのマーダードローンは太陽が無理なんかな。だってうちらが殺しに行くからね。あ悪い悪者みたいな悪い方してるじゃん。あーおーなるほど。パート1はこれで終わりか。いや、なるほどなるほどね。まあ大体の話を説明すると、この子たちは人間の惑星の開拓を手伝うロボットで、地球から別の惑星に送り込まれてきて、そこで人間と開発してたんやけど、まあなんか爆発みたいなの起きちゃって、生物というか人間が全員死んじゃったと。なんかその惑星でドローンたちもフリー自由になっちゃったわけなのね。でそれがちょっと気に食わなかった親会社地球から新しくマーダードローンっていう作業ロボットを倒す用のロボットを送り込んできたって感じやね。けど送り込んできた時もマーダードローンの帰りの便がなかったから、作業用ロボット全員倒し終わった後にマーダードローン側もね、もう全員殲滅されちゃうんじゃないか親会社にみたいな感じで、まあちょっと怪しい部分も出てきて、お互いに2人でまあこれからやっていこうみたいな感じかな。まあでも基本的にマーダードローン側と作業ロボット側が地球以外の惑星で今戦ってるっていう感じかな。じゃあチャプター2、鼓動も見ていこう。さあ皆さん、やってまいりましたチャプター2。いやでもね、話のストーリーはめちゃめちゃなんか楽しそう。これからどうなるやろ。彼女の配歴上送りは控えておく。あ、これ N じゃない。彼女はどこで神谷みなりを整えてもらっているんだ。彼女は君が悪い。これあれか、働いてたところだ多分。あのあれじゃない、こっち側じゃない、マーダードローン側のあのなんて親会社のところじゃないかな。なんかこういう場所いいよな。俺生まれて一回でもいいからこういうなんかザ海外の屋敷みたいなところに住みたいわけじゃないけど、一週間ぐらいなんか旅行行きたいな、泊まりたい。こういうとこなんかおしゃれじゃない。お、あ、大丈夫、私がよく見ていなかったから。怖い。あ、恋の予感、恋の予感か。あ、どいてよ。あ、J だ J。 あ、テッサ。あら、テッサっていう名前なんだ。もう一人いたのね。もう一人いる。待って、その黒いのは何。これがまあ親会社の人かな、人間みたいな感じかな。でもなんか今バグってたね。まあ今過去編か。なるほど、 N の過去編だ。
翼かっこいいな。翼が N ここに何かあるわ。 N ここに何、なんだ、誰の声、誰の声だ。なんだ今の、今の何、不気味で不安だわね。うっざ、多分あんたたちの手だもんね。そんなシンボル見たことないわ。そんなシンボル解剖したら何かわかるかも。あ、これあれか、前回捕まえた子か。あんたそれパイロット、一人はレーザーガンでやっつけたもんね。僕がパイロットだったのか、そりゃすごい。あ、ロケットって言ったもんね、ここ今ロケット2人の乗り込んだんだ。物語の始まりだ。あ、かわいい。地球行きのことだけど、そうやね、地球に行こうってことか。倫理的な、人間は通信中継なしであんたたちを送り込んで、うんうん、記憶もぐちゃぐちゃに再フォーマットしてる。そうだね、これ俺がさっき言ってたことだよね。まあ、ちょっと怪しいみたいな感じ。ってことは交渉の余地なし。うんうんうん。ママの時にもそんなのなかったけど。ママの。それから、ママが。あんたは交渉する機会がなかったのよ。人間たちは私たちに問題を解決するようプログラムした。どこにあんたの生い立ちの証拠があるのよ。確かに。あんたたちってそんなに頭脳よく無知なのかしら。すべてはプログラムってこと？そういう風になってるってこと？まあ一旦ね。J は誰かから指示を受けていたんだ。通信中継の相手が会社じゃないとしたら、一体誰なんだ？どうやって？なるほど、J は誰かから指示を受けてたんだ。私の選別計画をややこしくしないで。なるほどね。でも J やっつけちゃったからね。J と誰だっけこれ？ X じゃなくて忘れちゃったな。まあ後で出てくるでしょ。あそこをちゃっちゃと修理しといてよ。あとで大きなセキュリティタスクになるからね。お願いね。はしごロボット5003。はしごフランク。照明はつけといてくださいよ。なるほどね。はしご用のロボットなんだ。そういう風に作られてるんだ。照明つけといてあげたらいいのに。かわいそうにね。そこ閉じないと。あれ、これパパか。いや違うな。パパかこれ。あのヒゲついてるってことはパパか。ん？何？まさかまだ生きてるとかいうのないよね。さっきのパパちょっと臆病だからな。ほらほらほら、後ろです。今黄色の光やった。マダードローン側だ。なんだ、ドクンドク言ってる。タイトルだ、鼓動。何？何それ？溶けてる。パパじゃないか、じゃあ。あ、よかった、これがパパじゃん。ヒゲつけないでよ。その欠席していますね。娘さんは、あの全人類殲滅っていうのは若い頃の私と同じだ。うっくとした何かなんでしょう。そこよかった。パパはあのおでこに日本線があるね。早熟で大人気で、ドアについて素晴らしい理解がありますよね。うんうん、父親に似たんでしょうな。自分の言葉。ウージ、普通に座りなさい。じゃあブライデン、ウージに本を返して、ウージは彼に近くを返しなさい。なんとかしてよ。始めたばかりで処理もできない。ちょっと学校でも二人一組になるんだ。ちょっとトラブルメーカーになったんだ。何組みたいって言ってましたけど。私たち言ってないよ。あんたわけわかんないし。あっそ、うっざ。彼女は周りに合わせるのが難しいようですね。うっざが口癖なんだ。プログラムが損傷しているのではと心配なのですが、ね、お家庭ではどうですか。そのあの子は少し自分勝手ですが、うん、損傷していると多分私があまり一緒にいてあげられなかったから。そういうのもあるんだ。ドアマンさん、本当に人間っぽい性格なのな。でもいろいろ人によって個性が違うというか。汗出る、プログラムしたやつ。大丈夫？大丈夫、汗も出るんだプログラムで。逆に作業用ロボットで汗のプログラムしてるんだ。はい、佐藤。佐藤。ありがとう。大丈夫。もちろんだ、ウジ。それにエヌも、君は命の恩人だ。うんうん、コロニーも今回の追悼の件を真剣に考えてないと思うよ。うんうん、さらに混乱してて、特にその。実際、やばすぎて社会復帰できないって。二度と戻ることはないわ。なるほどね。最近まあ、問題児だからな。
あのマーダードローンの死体のこととか、うん、君の銃を取りに行った時に、うんうん、見えた気がするんだ。何？あいつが張って逃げていった。ほら、やっぱさっきのそうなんじゃない？戻るから。生き残ってるんだ、マッタ。マッタ張ってない。生き残ってるんだってまだ。オイルじゃない？オイルを求めて。はしごロボット五千さん、あんたを探し回ってたんだぞ。はしごロボットさんはもうまず。どうもジム、一緒にどうだ。ホログラムみたいになってる。怪しげにそこでボーっと突っ立ってるのか。怪しい。そうだけど。何？よし。後ろ。あ！これあれじゃない？猛獣型みたいな。私のフリをした完璧なキャラクターだな。改良してもっと実践的にしないと。やばい。そんなことできるんだ。恐ろしいな。そんなことまでできるんだ。やばいんじゃない？これ内部から崩壊させられるんじゃない？大丈夫かな。お帰り、佐藤。待て、彼女は外出禁止なんじゃ。うん、追放。追放されたん。外出禁止って言ってんの？殺人ロボットも。なるほどね。犬、ソーリーって書いてるね。ごめんなさいって。おお、いいだろう。許すんだ。あんなことしないでくれよ。許すんだ。いいぞ。優しいね、やっぱりみんな。入っていいって。ほら、やっぱり殺人が起きている。ガンはどこに？まずい。これはよろしくないよな。保護者面談だったかしら？お嬢さんの。ああ、そうかそうか。さっきのやつだ。この通路にどう？後ろ！あ、違うか。びっくりした。あれあれだ。ウージたちだ。うん、オーケー、吐きそうになった。大丈夫？大丈夫。すごいね、本当に人間みたいにプログラムされてる。オッケーオッケー、行こうか、こっそり行こう。なんか証拠っぽいもの、そっちにない？指紋とかありますか？指紋なんてないだろ、ドローン。ちゃくちゃくこういう、すべてこれ嘘なんだ。あ、え、やばい。まずい。もうだいぶ侵略されてるじゃん。のせいではないですよね。一度は彼女を見殺しにするところだった。そうよ。母親のように柔軟なはず。あんたの授業も周りの生徒たちもつまんないらしいですな。またあの子を損傷していると言ってみろ。今なんかトランプゲームしてなかった？あんた親は？これあれだ、クラスに。どうしたんだろう、この子は。目の前で死んだ。それって冗談なの？かわいそうな子なんだ、ちょっとだけ。あれって綺麗な子じゃない？また逃げてあげよう。怪しまないんだな、みんな。一応マーダードローンなんやけどね。綺麗な子だわって言ってたぞ。あんたたちって、うん、よくあんなことすんの？うわやらないよ。僕もとても不安だ。それにまあまあ怖いよ。いや、あれじゃない、さっき言ってたなんかビーストモードを試したいみたいなやつでしょ。それじゃないの？ねえ、これって君の特殊な目の形じゃない？さっきの確かに目の形そんなになってた。あの鏡映った時ね。アブソルートソルバー、なんやろ。再起動？再起動？これってあんたの頭が再生されたのと関係あるのかな？どういう、確かにそういえば頭。新しい素材の薄い空気から回収できない。重症ならこのソルバーっていうのが自動実行プログラムみたいになって、より多くの素材を集め、うんうん、そういえば顔をブーンって破壊しても生き返ってたもんね。何？なんかいるの？何？うん、とりあえず音。うん、うわっ！でかいぞ。ばあ！なんかムカデみたいないたって。それは。なんだ。ナイス手裏剣。ありがとうありがとう。
戦力が欲しいよ。ありがとう。その手裏剣やば。エヌありがとう。やばい。はあ、大丈夫？うっさいな。チェーンソーハンドよ。よし、チェーンソーハンド。それか。いいね、大丈夫か？もうだいぶさ、この頃に侵略されてるじゃん、あの子に。いや、僕だよ。奪われてる。僕の職場は？怪しい。近いだって。なるほど。近いの佐渡だ。なるほどね。歯医者さんの佐渡。こっちに来て。歯を見せてよ、頼むよ。もう怪しいよ。相変わらず雑の仕事ね、ジェイ。なんであんたはそんなに。すごいよ、ジェイ。ジェイ、やっぱジェイやんね。生き残り生きてた。ちょっと待って。ねえ、僕は本人だ。いや、嘘だ。それは手裏剣なの。行け。おお。あ、ほら。お。あ、上に本人がいた。よかったよかったよかった。ありがとう。倒されてたわけじゃないんだ。パーティーには特別招待するよ。行けてるやつだけな。かっこいいなこいつ。特別なパーティー招待する。行けてるやつだけなんて言ってお前以外な。私たちがかっこいいな。どうでもいい。くだらない。何その声ジェイ。あ、ジェイはここにいない。あのホストは私の指示に従って修復中よ。あ、そうなんだ。じゃあ、あんたがプログラム？プログラム本体か、ジェイの。あんたたちは可愛い操り人形なもの。え？私のことを覚えていないなんて傷つくわ。誰？あ、目が！M？ どうしてママのホログラムが？ママなんだ、あれ。説明するより分かりやすいでしょ。いらんし。あら、いまいちだったのね。じゃあ、トラウマになるようなものにしないとね。なに？あー。うわ、じゃあ、バイバイ。あ、パパ、あ、本当にパパ？あ、お、待って、そんな、うち、撃たないの？早く、そう、撃とう、行こう、俺も忘れてた、撃とう早く。当たらないわ。遅すぎ。髪型だけ可愛いよね。大丈夫？早く撃とう。ダメ。なんで？騙されたバカめ。最低、そこすら賢いな。でも、あ、破壊されちゃった。まずい。あ、私の口にも入り。うん。M、早く。ありがとうありがとう。チェーンソーがいるね。チェーンソーハンド。私が使ってたもの。私が使ってた。チェーンソーハンドのことか。おお、うわー。やったか。ふう。あ、ホログラムが消えてるってこと。あ、お、なんだ。なんか出た。何これ。どこまでが現実なの。すべてだ。すべてすべて。なんか出たよ。さっき。黒い。差し足。そいつが本体じゃない。忍び足。忍び足。目立たぬようにこそこそと。大丈夫。こいつだ本体。オッケー。ナイス。もう一回。あん。その黒いのだ。多分本体。それ何？大丈夫？あんたは何者なの？確かに。だってプログラムやから、ね、この子の中身もあんな感じってことやんね。言うたら。でしかもそれがお母さんの姿にまで化けて忘れたのみたいに言ってくるって。なんかちょっと怖いな。あの目のなんかウージー、こんなところで何をやってる。三角形みたいなやつウージーにもついてたもんね。本物？このウージー本物か。さすがにパパ。あ、N、一旦ね、一旦距離置こう。パパ、パパ頼もしく見えてきた。パパ頼もしく見えてきた。なぜか。あ、この子親が、あ、何、親が目の前で殺されちゃったって言ってたやつやんね。虫だ。機械虫みたいな感じ。綺麗な子じゃない。中に入れてあげよう。何？あ、え、何？何なのよ。工業の幽霊か何かかしら。落ち着きなさいよ。この子、あの目だ。
三つ足の、あ、よかった、出なくて守ったんだこの子が。あれもホログラムだったんだ。あの目は何、あ、何、やばい、その目は何、あ、食べた、あ、なんか悪そう。日頃からあんたの性格は大嫌いだ。あの目は何なんだ、あの目は。これって何かの罰でも、ウージもあの目持ってたからね。で、お母さんとも関係してそうやな、何か。やばい、もうこれちぎれてるじゃん。ちぎれてるけどバレないようにした今。あー、終わり。めちゃくちゃ普通に楽しんでる。普通にめちゃくちゃ楽しんでるよみんな。でもやっぱちょっとお母さんとも関係してそうだし、あの目のこれ、これこの三角形のマーク、これがちょっとやっぱりね、全ての鍵になってそうやね。これ一番最初のシーンやねんけど、ほらここにもね、ほらこれ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 、今見てたでしょ、ウージの目もこれちゃんとこんな感じになってるんよね。これがね、今後どう関わってくるかっていうことやんね。じゃあエピソード3も見ていこう。エピソード3、プロム開催っていう題名やったね。プロムってあれやんね、よく高校とかのなんていうの、そうそう、プロムパーティーみたいな、男女が一緒に踊ったりするパーティーやね。高校の時ぐらいにあるやつやね。ハイスクール系のイベントです。なんだろう、行方不明者、場所、前哨基地3、行方不明、あ、目が、メガネが、てかドローやのにメガネつけてる、かわいいな、こういうね細かいところかわいいな。いるよ、今いたよ。何、なんだ、あのマークは、あ、これさっきの子じゃない、あの虫食べた子、ほら、あ、使いこなしてる全てを。おお、複製もできるんだ、固定複製、コピー&ペースト、そういう系の能力か、もしかして。でパソコンに関係してるでしょ絶対、プログラミングって言ったし。この子やね今さっきの、ちょっとやばいやつじゃん。移動させてる、使いこなしてる、プロムクイーンを殺害。マンパ、ママパパ、ただいま。なんだなんだ、この子もなんかやばいな。何者なの？スリープモード、ギルト、アクティブ、え、あ、なんだ、アクティブって書いてたかな。はあ、友達でいてくれてありがとう。日常に戻ったって感じかな。1時間後にブラッドと会うの。ブラッド、プロムで一人で行くとか想像できる？そう、プロムはね、だいたい男女のペアとか、まあ恋人同士とかで行ったりするね。今回もプロムがあるんかな。行方不明者めちゃくちゃいっぱいいるね。オイルが、あ、それなんか今矢印出てた、今あのマークだ。こう、壊れちゃった。壊れちゃったよ。はっ、なくなってる全部。そのマークが怪しいよな、やっぱり。お父さんなら何か知ってるんじゃないかな、パパなら。いっぱいパパと話して、ノリのいかれた尋常じゃないもの。なんかちょっとそんな風に書かれてるんだ。ドアマ、まあこのパパはドアを作る。引き殴ったやつ、私の部屋から出てってよ。超警戒対処メカニズムのパーソナルスペースを守っていないね。うん、ほんね。まあドアを作る天才みたいな感じやね。多分技術者。ご迷惑、規律守ってなくてごめんなさい。これでいい。いつもそばにいなかったくせに。確かに。助けたいなら今ほっといてよ。今一人でいたいんだ。けど多分パパとね。何これ、プロム用のドレス、子供用 S サイズだ。悪い影響を与えるあのマーダードローンと会うのは禁止だ。うん、でも先生と話して今夜一緒に行くクラスメートを見つけておいたぞ。うん、おほら、あんた準備しなよ、私も行くぞ。
まあ、だいたいもっとビシッと決めたいな、うん、でも無理だ。だからこんなのを探させたの。ワーカーたちとはもう交流できないんだよ、うんうん、V。 ワーカーはあれやね、あのこの子たちのことやね。僕らは危険すぎるんだ。働きよ、そうね、うん、働きよロボット。紫の目の子が入れてくる。友達いないんでしょ。皆殺しにして首を切り飛ばす。プロムで皆殺しにするんなら解放しないよ、 V。 J はホログラムの不気味な、あ、 V だ、 V だ。化け物屋敷です。とだ、君は自分が何者か知らなくて不安じゃないの、うんうん、ちょっと声変わった V。 あ、 V じゃない、 N。何者かしら、そう、この子たちもなんか記憶操作。あんたとあの紫の目の子が、あのことをもう詮索しないって約束して。うんうん。今私を解放してくれたら、生き延びるために必要なやつしか殺さないって約束するわ。なるほどね。二、うん、人だけの約束よ、N。信用できるかな。なるほどね。あんまり詮索されたくないんだ。掃除したことあるの、どれ。Я повесила простынь。シーツをかける。虫がすごいよね、この子の部屋。キモ。でもあの子目があれやんね。あの、入れてくれてありがとう。でも三角形の子やんね。今ここにいるって思ってるから、私これであんた受けるわ。受けるでしょ。準備しないと、もっと可愛くなるわよ、派手な感じにね。ふんふんふん。なんだ、急に移動したぞ。伏せられてる。すべて化粧室は廊下の左側。怪しい、この子やっぱり怪しいぞ。あの鍵はなんだ。 V 何か隠してるなら、うんうん、一緒に解き明かすことができるはずだ、うんうん、なんか知ってそうやんね。しか知らなかったとしても、うん、頼むよ。何をしてる。うわっ、これでよかったの。私を嫌いになってもね。そうやんね、この子はだって前回で。でも N はね、首破壊されてもね、生き返れるよね。なんか流動機械みたい。ほらほらほら、出た出た出た、それ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 。ロボ悪魔、この鏡はダメ。あ、よかったよかった。あ、そうかそうか、この目のせいで破壊してたんだ、ガラスとか。なんてこ、何 V を招き入れるって言ってたね。やばい、あの子マーダードローン側の子なんじゃない。あの三角形の女の子、これ何、これ何、えっ何N。 ほら N はね、大丈夫なんよね。ほら、しまったしまった。これ N にしかない能力なんかな。だって J が見逃すはずなくない、知ってたら。そうやんね。そうやん、服着ていこう。うん、服着ていこう。ビシッと決めていこう。プロムやからね。これ何、鏡だ、大量の。やばい、逃げよう、上からだ。器用だな。ロシア語で言うように、しまった、予想すべきだった。通気口から誰か抜け出すかもしれない。廃棄された鏡を変えた。ロシアの子なんだ、言葉が。やばい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 。あ、 N だ。あ、プロム用の服着てるんじゃない。え、N、ウージ？あ、ウージ。どうして？どうやって？なんか悪い予感が。僕なら手を貸せる。けど僕はいらないよね。いる。いるよね。いるいる。手を貸してもらえたら助かるかな。ビシッと決まってるじゃん、二人とも。いいの。頼む、うん。ビシッと決まったパートナーだ。ふんふん。可愛い。プロムだ。ロボットダンスしてるのちょっとウケるな。あー、この子ね、この子結構好きだな俺。ちょくちょく出てくるもんね。うーみたいな、うーみたいな顔してた今。燃えてるよ、なんか左側で。
これパパだね。これはパパだ。来ないなって思ってるのかな、娘が。みんな少し早いけど、うんうん、プロムコートイベント全体が不思議なことになくなったのに、権利喪失によりクイーンはこの方、うん、クイーン誰。あ、ああみんな死ぬんだ。やっぱりそうだ、招き入れられてるんだ。落ち着いてみんな、 B は私の友達よ。彼女はもう殺戮とかはやめたの。ほんと？そう、親友よね。騙されてるって。簡単に操られちゃった。プロムクイーン、プロムクイーンなりたかったんじゃない君も、もしかして。プロムクイーンを殺害する。だから許して忘れてあげて。じゃないとパパに言って成績を下げてもらうから。あんたの席もなくなるよレベッカ。わかった、許すわよ、うん、はい、俺。よく見ると可愛いね。もっと拍手しなさいよ。プロムクイーン選ばれちゃったね。本当に可愛いわ。あー、私はやばいよ、これでもみんなパパは臆病だからな。あ、そんな、閉じられてるドアが。ドア前のにね。皆殺しできるかしら、この後。無駄じゃない。いや、冷酷でいいわね。まあ一旦ちょっとクイーンとしてやろうかって感じかな。やばい、でもこの子がプロムクイーン殺害するの大好きだからな、この子。やばい、大丈夫、どうなるの。あーあーあー、手を離すのよ、この邪悪な。どういうこと。考え直したけど、道理よりあんたの方がいいわ。やばいよ、危ない。あ、うわ、あ、うわ、ビビアとビー、そいつだ、こんにちは、ブイ。こいつが悪いって、本当に。本当のマーダードローンみたい。なるほど。おや、目の前で殺されたって言ってたじゃん。この子にやられたんだ、ブイにやられたんだ。今のそういう映像じゃないから。え、てか強すぎるこの子。おお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 。あ、N、一旦こっち着く？一旦ね、逃げよう逃げよう。パパ？パパももしかして行く？パパ、ここ耐え時を。無事、マーダードローンが確かに奴らのせいで家族を失ったのは私だけじゃない。うちらをけしかけて戦わせようとしてるのが誰でもいいの。一人じゃどうしようもできなかったけど、でも全部一人で背負い込むのはやめたの。うんうん。一旦マーダードローン側につくんだ。だから一緒に前に進んでく、それしかないのよ。なるほどね、マーダードローンと作業用一緒に前に進むってことか。うん、あ、この子はでも復讐があるから。あ、ねえねえ、あ、大丈夫、 N は大丈夫だったはず、生き残るんじゃない。あ、パパ、でもパパ来てくれたね、今来ようとしてくれただけでも俺は嬉しいよ。やばい、あー、痛い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 。悪者みたい。あれ、この子には効かないんだ。あ、覚醒の時か、ついに。これって私の。あ、うん、ガラクタみたい。この殺し目的で私を利用してなかったみたいに言い方ね、コアクトさん。確かにね。どうしようか。ありがとう。一応仲間になろう。あとは黙ってて。N のキャラいいな。おお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 。かっこいいな。敵を。ああ。ああ、うわ、やばい、うわ、複製されてるよ、また。おお、よかった、よかった、よかった。N。助けないと。助け必要だろ、今は。おお。
フロムポ、おお。やったか。本当にもうあんなことしないで。うん、ウージ。ああ、わかった。積んでればな。うん。これはなんだこの能力は。おお。おお。やばいよ。おお。腕時計が。なんだあのドクロマーク。強い。ウージ強いね。あ。ウィー、彼女に聞くことあったのに。確かに。大丈夫よ。ちょっと疲れ果ててるけど。もう無理じゃん。ウィーはわざとやったんだ。彼女は何かを隠してて芝居してるんだよ。なるほどね。そういうことか。あんた。ウィーは何か隠してるんよ。さっきからずっと。もしかして話をさせないために。運が良かったね。やったんかな。まだ終わりじゃない。鍵だ。あのドクロマークなんなんやろ。あの金色の鍵ってさっきもあったやつやね。うわ、部屋だ部屋。あーなるほどね、この子の部屋の鍵だったんだ。だからさっきあったんだ、 V のところにも。やばいよな、この子の家。どうしなさいよ。オイルはね必要だから。ドローンが。確かに。ま、かワーカードローンやんね。虫がゴキブリみたいになってる。何？なんかドロドロしてますよ。光ってるでも。あ、ゴキブリ、なんか機械でもゴキブリは嫌いだ俺は。ゴキブリからはひたすらに逃げたい俺。これお父さんとお母さんの形を模した機械なんじゃない？それなんやろうね、黒いの。何？撃たれてる。彼女の家族を見つけたかもしれない。あ、やっぱ家族だ。そんなに美味しくはなかったわね。V、ひどいよ。そうね、確かにひどいわね。まあ、ゴキブリも食べるんだ V。優しいな、今手を取ってくれんの。両親か。一番最初のシーンになったやつやんね。言えば名前なんか。お、何？生きてますよ。後ろいますよ。う、取り出された。あ、止まった。使いこなしてる。ごめんなさい。私が探してるものを見つけたら私も助けてあげる。ドイチビアパマコ。ごめんね。やばい、逃げられる。あのドクロ側の腕時計というか首輪みたいな、この子は首につけてるけど、あれがなんかちょっと関係してんのかな、能力操作に。外に出た時の忘れ物はここにあったのか。ああ、上にいるよ。来てる。これあれじゃない、本部から送り込まれたんじゃない、新しく。ティティピア大丈夫？よかったよかった。新しく来たんじゃない、ロボット地球から。ほら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 。うわ、うう、ナイトだ。なんで今メガネかけた。ジェイソン、あ、やっぱり JC ジェイソン。これあれやね、親会社のところだ。仕事よ。ジェイ。あ、ジェイ。鍵。メンテナンス作業をね。ああ。ジェイ生きてたんだ。はあ。待って、普通ちょっと頭コロンカからがってきた。まあでもよかった、ジェイは生きてたんだ。プログラム破壊したからどうなったかなと思ってたけど、ジェイは生き返ってたんだな。ちょっと修復中って言ってたしね。けどやっぱりこのなんか印みたいなのがまた次なんか役に立ちそうやね。じゃ続きエピソード4も見ていこう。
さあみんな、エピソード4キャビンフィーバー見ていきたいなと思います。けどこれであの女の子、あの三角形の目を操る女の子も、まあちょっとの間手伝ってくれるみたいに言ってたけど、まあ逃げられたけど、ね、落ち着くんだ。なんで馬みたいな乗り方してる馬みたいな乗り方してるんやけど、バスを持っても見なかっただろう。なんだなんだ、なんかあれかな、キャンプみたいな感じかな。あ、ちょっといじめじゃないかこれは。マジかよ。よく、あーでも楽しんでたわ、友達か。あ、やっぱりこれあれじゃない、なんて言うんだっけ、こういうのボーイスカウトじゃなくて課外授業みたいな感じじゃないかな。やっぱりでもあの爆発によって冬みたいになってるんだ、ずっと生命がいなくなったぐらいの爆発やからね。お、コアが崩壊した後、うんうん、私はその首飾りに気づいておらず。2個あったよね今、ほら4802。気づいていたのはお前のママだけだ。うん、はぁって感じやね。なんだなんだ、彼女はいつも言っていた、ママの部屋か、ノリ迫り来る空の悪魔から守るドアを気づくのよ、得意点が目覚めるわ、このクールな S マークを見て、私はお前たちに必要な存在ではないと分かった、うん、なるほど、気をつけるんだぞ。お母さんも持ってたんだ、お母さんの分と前回のあの女の子の分の2個だ。お母さんの分を首につけたね。どうして今回の遠足は。あ、遠足だやっぱり。ウージの提案だ、彼女に聞いてくれ。誰、なんでまだ隣に座ってるよ。ザイは私は一人に行ってたのに、あんたのテストの点数のこと怒ってんのよ。年末のボーナスがないなら勉強もなしだ、ってことは僕らは自由だ。うわ、 N か。あいやキャンパーのみんな、さあ大きな声で N と V か。2、あ、あ、全員いるね。最低。だけどね、たくさんの気を紛らすようなアクティビティを予定してるよ。うんうん、だからあんまり詮索しないように。分かった。じゃあ二段階ベッドへ。いいね、ダブルベッド俺好き。ダブルベッド寝たいな、一度でいいから。寝たことあるかな？友達の家がねダブルベッドの時あって。楽しかった、寝るだけで。みんな仲良くしよう、そうね、二人とも私の友達みたいなもんだし、うんうん、いいわね、仲良くしよう。あなたなら友達になれそうだもうあっちの方が怖がられてるやん。やばいよ、怒らせちゃうと、 V 怒らせちゃうと怖いからね、うん、いいえ、うんうん、愛が詰まってるよ。よかったよかった。この人はパイロットよ。うんうん。あ、うわあ、パイロット。ああ、じゃないよ。うん。オッケー、合図出てるの今。何のアイコンタクトなんだ。あ、なるほど。この子はやっぱり別の理由があるんだちゃんと。だからみんなのことを見といてねみたいな感じだな。秘密にしといてみたいな感じかな。でもちょっと一人は不安っていう顔してたね。 N ついていってあげたらいいのに、ついてきてないかなってチェックしてない？大丈夫か？おー、多分ここになんか手がかりがあるから来たんじゃない？ウージが提案したって言ってたもんね、ここに行くっていうのを。なんだなんだ、使いこなしてるウージ。やっぱあの首輪のおかげで使えるようになってるって感じなんじゃないかな。首輪にも番号あったよな、002と068やったっけ。068まであるってことは68個ぐらいあるんじゃない、あの腕輪が。首輪か、なんだ、お母さんが昔住んでた家みたいな感じなんかな。お、なんだかわいい、バケ、犬をすべて救い出せみたいな、避難、犬の避難みたいな感じで書いてるね。かわいいこの犬、絶対制作者さんの誰かの犬じゃん。こういうのってなんかちょっと小ネタとかで挟む。誰かいましたよ今。
なに、みんな来てるじゃん。友達が知りたがってるんだけど、うん、あなたが彼女の家族を殺したの？あと彼女はいる？どけどけ、カヌー列車のお通りだ。妨害しろ野郎ども、プラン X だ。めっちゃ楽しんでるじゃん。あ、かっこいいな。私泳げないのよ。あ、恋の予感。危なかったね。よかったよかった。でもみんな近くまで来てるね。はっ、この目やっぱりなんか破壊しちゃうよね。暴走するよね、たまに。痛いね。あの手は何？ここにあった手か。なんで持ってきてるんだ。誰だ。ちょっとバカ。そうだね、そっちいたよね。グイだ。で、赤目のドールを捕まえられるって言ってたよね。うんうん、だったら窓からこそこそ監視しないで、もっと探したら。いや、赤目のドールって誰だ。ただ、あれか。超馴染んでるから。もう一人き、さっきやっつけれなかったやつか。ったのよ。でも距離を置いた方がいいと思ってない？うん、思ってるんじゃない？多分。次はあんたを殺さなきゃいけなくなるかもね。まあ、いた。傷つけないのこれ顔を。うまく友達を作ってる。うんうん。彼はうまくやるはずよ。うんうん。いいね、でもなんか N も V もなんやかんや言いながら、お直したぞ。なんやかんや言いながらなんか協力してるっていうか、いい感じにチームになってるのがいいね。ごめんね、直してあげるわ。直せんの強くない？その技チートだろ。すごいぞ。あ、ありがとうってことかな。いいんだよ、また後でね、何かあったら俺も助けてね。うん、なんだ。おーおお、使いこなして使いこなして、おーおお、この子が見つけてくれたのか、まさか。え、誰誰だ。前回の子じゃないね。なんか得意点が来るから町を守れみたいなお母さんが言ってたって言ってたから、とんでもないことがこれから起こるんじゃない。そのために何かを用意してたんやけど、お母さんはいなくなっちゃったって感じかな。ん、悲しんでる。なんだなんだ、スキャン、ん、ウェルカムバック、なんだ、エレベーターを呼べ。エレベーター、お帰りなさい。お、エレベーター、それってどこ、何を置いてください。あんたは何なの。ん、申し訳ありませんが、分かりません。後ろいるよ。おお、あー、ごめん、ズルだったかな。いや、すごすぎる、ロボットだからな。あ、ちょっと V じゃない、またここの誰一人殺さなかったんだ、よく見とくなよ。あ、ダメダメダメ、そうそうそう。恐怖政治みたいになってる。本当はね、ウージもみんなと一緒に遊びたいんじゃないかな、けど関わったら危ないと思って一人行動してるんじゃないかな。 V にここにいること言わないでください。こっちに来なよ。言っちゃったよ、みんな一緒だ、言っちゃったよ。な、やっちゃった、反射的に。おう、どうもみんな。ああ、あ、止めろ。お、そのノール、うわ、なになになに、なんなんだそのノール。え、なんか生き物になったけど。え、あ、全部見なかったことにして、私、とんでもない力じゃん。私ただちょっと今暴走してるんよね。なに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 、今森で生活せんの。ちょっとでも誰かの助けが必要じゃないか。あれは誰だ。お前まだ。いいね、なんかいいね、小ネタがいいな。さっきもあの子忘れてたもんね、この子のこと。隣に座ってんのにクラスで、もう隔離するみたいな感じやろうね、自分が。
何かしないように。チャックが、なんだ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 、なんかすごい敏感になってるのか、すべてが。おお、うわ、生命になってるよ。何、ウジを傷つけるわけにいかないよ。やることやんなしたら、うん、うちらは無事なんだ。確かにウージは処分したいんだ。もうあ、ウージじゃない、 V は処分したいんだ。あ、何を怖がってるんだ。証拠取っとこうみたいな。僕は怖い、ウージも彼女も僕らと同じだ、うん、V。 確かに、何があったんだよ教えて。そう、この子なんか隠してるんよ。知ってるよね多分。何かキャンパーたちのことは頼んだ。あの目のことも知ってるんじゃない？熱いわね。そうじゃないの？あんたは彼にはもったいないわね。いいね、うん、自由時間よ。自由時間か。助けてあげて、あの隣で倒れてる子。もうウージなら直せるんじゃないの？まあ後で直すんかな。お楽しみのためにこんなとこまで来なきゃならないのか？雰囲気って大事よ、ダレン。やばい、二人でなんかちょっと抜け出してるんだ、この二人。なんだなんだ、山小屋だ。いけてるわよ。確かに。この子前もこんな感じのキャラクターだったな。これあれだ、ウージの場所じゃないこれ。やばい、大丈夫かな、暴走してない？そうだ、ウージのバッグだ今の。頭でチェックするのかわいいな。後ろ、う、羽は、っウージがとんでもない進化してるんじゃない、悪者みたいに。足跡、ターゲットがここで消えてるって書いてるね。なんか今でもドローンっぽくない、機械っぽくない羽あったね。本当にコウモリみたいな生物的な羽っぽかったけど、別の場所かこれは。なんだなんだ、後ろいます、なんかの研究所みたいな、通信部屋みたいな感じかな、ここ通信小屋か。そうね、ジエもなんかやり取りしてたって言ってたもんね。ドローの分解、何なんだなんだなんだ、ゾンビドローン、なんだ、やっぱり記憶削除されちゃってるんだ、あれも。あ、やばい、ウジ、ああ大丈夫、クラスメートが、あ、でも逃げれてるんじゃない、どう。でも彼女の保証期限は切れてなかった。保証期限は切れてない、そもそも存在してなかったんだから。怖い話してるんだ。怖いな、だって本当にありそうだ。ダレンとレベッカのことが心配じゃないの？そう、ダレンとレベッカ、あの二人で抜け出してた子だ。戻ってきてもいい頃なのに、うんうん、行けないジョージから行けないジョージからね。誰にやられたの？ウージだ。名前が分からない。影が薄いか、そしてダサ。手がかりはないのか？紫色の目でバレる。話題の話題のあのウージだ。俺らのクラスじゃないんじゃん。みんなウージのこと忘れてる。え、なんかそういうのもあんのか、なんか関係してるのかな、もしかすると。なんだ、消えた。ああウージ思い出せ、君が思い出す番だ、次は。
これ、あ別れて逃げろ。読書はもうおしまい。あ何がどうなってんの。 That's not what I... あ、なんだそれが本に書いてあることじゃないみたいな感じで書いてたの。やばい、この子生き残ってほしい。俺お願い、この子好き、記憶悪いからあ、違うこの子、違う、別の子か。いや、生きてる。やばい、もうこれはフラグだ、終わる。あ上だ、絶対上だって、こういう時は大体。あ駅くらいないの。ないわ、悪の泉よ。やっぱりちょっと V は分かってたんじゃない、こうなるって。だから始末しようとしてたんじゃない、先に。あーよかった、やっと見つけた。誰だあれ、なんだ手振ってる。あ、ああ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 あ、取り込み中。あああウージーどうなっちゃったの。 N の番だ、 N 助けてくれ。 OK ナイス。違う、 N じゃないじゃんこれ、 V だ。あんたのためじゃないから。分かった、みんなツンデレだな、なんか。お願い、新しい体、仲は一緒。飼い主シン、シン、誰のこと。新しい体、中身は一緒。話したい、それはアンと話したい。なんだこの子、やっぱり V は何か知ってるんだ。うっ、やばい。あー、やばい、やばい、N、 あ、まあいいな、小ネタがやっぱ面白いな、ところどころ挟む。あ、あ、早く止めて、やばい。おっと、落ち着きなよ。ああ、行ってらっしゃい。よかった N、 大丈夫か。彼女を敵に回したらどうなるか言ったよね。いつもあの子の肩を持つのね。確かに、そう、今回バキラちょっとまずいんじゃないか。ウージ直さないとだいぶ飛ばされてるな。おお、ああああ、で元に戻ってない。ウージ何があったか教えて、うん、何があったの。見ないで、見にかくなって、人とか食べてるの。ああ、意識はあるんだ。でもだからそのことはまた考えよう。うんうん、でも聞きたかったのはそういうことじゃないんだ、うん、あのその私を置いてくのも、うん、ウージ気にしないでバカみたい。これは友達が必要だよ君には。僕らが会うまで怖いものは確かに怖かった、うん、うんうん、怖かったよね。怖かった。今夜もそうだ、君がいなくて楽しめなかったというか、なんというか。告白、どんな感じだったか忘れてたみたい。うんうん、私もそれじゃあ仲良くしましょう。ちょっと触んないでよ。もう馴染んでるじゃん自分の体に。私の声もっと喋ってる最中なのに着陸しちゃった。 V 大丈夫そう、一旦は。とにかくアクセントが変だったわね。なるほどね。あと、あの、ごめん。え、君は誰も殺してないでしょ。いや、だいぶ。またまた混乱しないでよ、小さな一方からだ、一緒にね。うん、うん、うん、いやでもだいぶやっちゃったと思うぞ。うわ、あ、よかった、この子生きてたんだ。情けをかけないで。勝手にキモいって思っただけよ。あんたここのところ高飛車ね。はいよー、はいよー。よかったよかった。あれでもみんなは大丈夫なの。え、え、結構いなくなっちゃったけど、クラスメート。
大丈夫ところで何人かいないようだけど、いないんですけど。ちょっとこれはいいのか、伝えなくて本人に。あ、なんか頭なんか膨れた。ねえ、お腹空いたんだけど。天候はなしだ、ちょっと聞いただけ。結構軽いんだなロボットくんたち。命がよく寝てるよ。何？あ、あ、太陽がダメになってるってことは、あれ？マーダードローン化してない？ゾンビドローンズ。あれ？待って待って、早すぎる終わるのが。普通に、ちょっと待って。え、でもそういうことはね、太陽がダメなのはマーダードローンなんよ。あの N も太陽の元で出れたらいいのにねみたいに言ってたもんね。ってことは、あの羽が生えたりとかしてマーダードローン化したってことかな。作業用ロボットやったけど、けどここ V とほら戦ってるとこやねんけど、新しい体、中身は一緒って言って書いてるよね。深いね、シンって言ってる。シンってやつがウージの中に入ってるんじゃないかな。てかウージがシンなんかな。じゃあシンが中身で新しい体やけど、本当の名前はシンってことやんね、多分。アナと話したい。だからシンの頃の記憶もちょっと呼び起こされてしまったってことなんかな。わかんないけど、もう早速続きを見ていこう。さあみんな、エピソード5、ホーム、家だね。 JC、 あー、これあれだな、あの会社だ、親会社のことだ。ドローンたちのここで働いてるって言ったね。ゾンビドローンズのことだ。メンテナンスコスト削減、うんうん、お客様が一定期間使用後に、うん、ドローン単体やドローンシリーズの分解をご希望される理由は様々です。うんうん、なるほどね。これらのステップに従うことがゾンビドローンを防ぐ、うん、あ、ゾンビドローンを防ぐ。ドローンを不完全に分解すると、うん、稀にソフトウェア停止から再起動する場合があります。これらの不死の連邦の危険性はリスクを増大させ、変異を起こします。なるほど、ある程度分解しないとゾンビ化してちょっとなんか変異しちゃうリスクがあるってことかな。なるほどなるほど。なんだマーク、なんだなんだ、誰かの手だ。ゾンビ化もなんかちょっと気になるね。何ここ、どこなんだ。あ、ここウージの過去編であったところじゃないかな。うん、そうだそうだ、多分かっこいいって言ってたもんね。この有効的な知能気質と柔らかい金色の毛で知られている。うんうん、ゴールデンレトリバー、ゴールデンレトリバー買いたいな。僕らはトカゲか、 J は自分を描いてたんだ。 J、 ああなるほどね。うんうんうん、なんだ、多分昔の話やね。でも知られており、うん、だから子供たちにぴったりなんだ。なるほど、犬の種類かな。子供たちのぴったりな犬の紹介の本を読んでたってことか。何？後ろなんか、うん、何？何？デンジャー、危険、何？エンター、侵入、不気味な地下室。ああ、はい、何？ピースサイン、何事もなかったかのように。なんだなんだ。あ、この子、前回最後にウージの頭の中に入ってた子やね。頭の中って、帽子の中に入ってた子やね。お母さんのこと知ってそうやったけど、なんか知ってそうやねん。この子、いた。まあ、この子じゃないけど、このゴキブリ型のロボットが、なんか知ってそうやねん。N 兄さん。N 兄さん。一緒に祝賀会に参加しませんか？ズズ。ズズ。こぼしてますよ。僕らは招待されてるかわからないんだ。うんうん、僕とじゃダメ。羊やったんだ。足を組んで油です。うんうん、私って嫌われてるの N。 うんうんうん、テッサの家族だろう。うんうん、テッサ、あ、テッサあれだな、 J じゃなかったっけ、 V だっけ。なんだ
地下室今すぐ。うそんな目をしないでくれよ。クスクス、私いたずら好きだから。あ、この子がやったのか。招待が必要だわ。のテスさんに聞いてみよう、うん、いいかい、うん、ダメならムービーナイトだ。あれ付き合ってるんかこの二人、なんかそんな感じしないもん。祝賀杯に参加できるようにテスさんに聞きに行って、ダメなら二人でムービー見ようってことかな。今の俺たちみたいじゃないか。ムービーナイト、フライデームービーナイトよ、うん、西洋の別荘スタイルだと、うん、お前たちは獣にプログラムされた。これが多分人間がやってくる。人間だ。私は今までロボットとして話したことないのよ、ジェイ。堂々としているふりをしなさい。ふんふんふん、ジェイだ。かわいいやな、ジェイ。分かったわね。この子は多分親会社側の人間なんじゃないかな。もういいわ。それとも人間なんじゃないか。疲れてる。いや、そうやね、テッサ。あ、テッサが君か。死にそうな時は高校園だけ。ダークウルフ17。ほら、誰を連れてきたの？あなた、うん、ジェイがまた地下室から出してくれるのを忘れたみたい。うんうん、でもここにいるじゃない。うんうんうん、迷惑そうね。彼女を閉じ込めたんだろ。何？あ、ヘヌ。テッサ・ジェームス・エリット。ここはあなたのガラクタペットたちを楽しませる場ではないのよ。お母様、ごめんなさい。これがテス、多分テスは人間の。まったく、これを私の前に出さないでって言ったでしょ。まだ簡単な命令にも従えないのね。あ、いや、お願い。沼行きよ、壊れたゴミを明日捨てなさい。図書館の邪魔だわ。私を試さないで。みんな壊れてないわ。立てついた。まずいぞ、それは。私たちを捨てることなんてありえない。まずいよ、立てついちゃダメじゃない。そのちっぽけな反逆者がよもや何か。僕がそういうように言ったんだ。エヌ、優しいな。連れてきた。僕はただ命令が嫌いだ。その趣味の悪いセンスも。まずいよ、これは。やめろ。廃棄されちゃうんじゃない。やめてくれ。あれ、な仲良くしてるじゃん。分かったよバカ。取ってこいってやつか。めっちゃ仲良くなってる鳥たちと。え、何？待って、あ、彼女が。ドナルド、僕らは仲間だったじゃないか。ダークウルフ17。ダークウルフ17言ったよ。危ない時はこれを叫べって言ったもんね。あ、今のマーク、今雷で今ピカって光った時のマーク、三角形のやつやったね。あの三角形ではないけど、あのあれね、あのマークね、あの目のマーク、ウージの。なになになに、あ、ほらこのマーク、ダークウルフ17。8歳の時にこのタグ作ったわ。黙れ。え、8歳の時にこのタグ作った。タグ、なんかコードネームみたいな感じなんだ。今のなんかウージの声じゃなかった？でも環境用機械ジェイ、私を助けて。ごめんなさいボス、会社命令よ。シン、あの小さな執事があんたのために死んだら呪ってやる。バックアップがあるし。待って、シン、シンって言った今。あなたがペットを捨てる必要がなくなるんだ。私もあなたを捨てないわ。だけど正体には近づかない方がいいわ。あなた、これテスターやんない。どうなってるんだ。やばいよ、なんかこれらが記憶なら、うん、お泊り会で死んでるのかな、うん、お泊り会じゃない、気絶よ。一部の内部プログラムがこれらの記憶を削除しようとしてるのよ。なるほど、君のせいで。君がそうしてるから。いた。私はあんたを助けようとしてるの、うん、可愛らしくて変人の執事よね。ここで何が起こったのか突き止めるのよ。
記憶ファイルを復元してデジタルロボトミーを施されないようにするの。なるほどなるほど。図書館に近室へ早く。なるほど、これ今現代の話だ。あの昔の記憶に入り込んでるんだ、二人で。私は魔女の幽霊よ。あ、なるほど、やっぱこれテスタだ。あ、テスタじゃない、ウージだ。出ててよ。やっぱりそうだ、ウージだこれ。あー、ほらほらほら、ウージ二人で今ハッキング、あ、そうだそうだ、そういう感じか、なるほどね、うん、お前は今まで友達がいなかったから。お泊まりかじゃない。パパ、いいキャラしてるじゃないか。でこれ過去に潜って何があったか突き止めようってことやね、二人で。なるほど。でさっきシンっていたのがマジで気になる。でシンっていう女の子がさっき言ってたもんね。だってジェイがさ、シン中身は同じで外側だけ変えたみたいな。ウージに向かって言ってたよね、シンって。時間必要で、この記憶はなくなっちゃうんだけど。うんうん、行こう。見てればわかるはずだ。なんだなんだ、これって重要なのかな。ゲームオブスローンズみたい。それに私にも、うん、どうして。君は誰。ま、一緒にいましょうよ。黙ってよ、うんうん、抑圧のドアよ。抑圧のドア、ここで隠されてるんだ。これはエラー、エラー606。表情が可愛いな、みんな本当に。ずらすか。これシンだっけ、ちょっと違うか、ちょっと分かんなくなってきたな。やばいよ、動き出したりしない。大丈夫。鍵だ。鍵ね、ジェイが持ってる。ジェイね。オッケーオッケーオッケー。いるんじゃないジェイ。ジェイ、あの、うっ、笑顔になってます。目が、え、なんだ、あ、じゃあジェイだこれ。これは無関係な一時解雇よ。ジェイ、オッケーオッケーオッケー。逃げ出そうか。あ、これ人間が来るって言ったから、やっぱこれ人間なんだ。黒いやつは、黒い影は全員人間だ。なんか人間に仕えてるロボットたちなんだな。ロボガキを殺す方法について考えて、ジェイ。ロボガキを殺す、なんだ、うん、リボルバーだ、リボルバーガン。これなんてどう。おお、かっこいいね、二人とも。おお、いいんじゃない、そっちの方が。テッサ、何、何、なんか上にいない。あれ、ウージと同じような翼持ってる。地下室に行かないといけない。この鳥は未来から来たんだ。ふ、うんふんふ、うん、あんた殺す。そういうことやね。シンが祝宴会で虐殺しようとしてる。誰のこと、うん、シンが、いや、彼女はすごいね。シンが虐殺しようとしてるのはこの子か。危ない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 。地下室に用事を済ませて、私たちが陰気な昏睡患者の相手をするわ。陰気じゃないんだ、V。うん、うん、オッケー。危ないよ、それ鍵取って、はい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 。危ないよ。オッケー。おい、くだらないものがたくさんあるな。危ないな、人間、これ危ないよ。どうしてそんな言い方するの。 iPhone X だ。iPhone X じゃないわ、12か。今 iPhone12 ぐらい持ってたね。13、14、15? わかんないけど。とりあえずあの地下室行こう。何があったかなんか突き止めよう。過去編やからね、まあ、とりあえずシンが祝賀会で人間たちを、まあ、なんかちょっと全てなんかそう、うわーみたいにしようとしてるってことやんね。やばいね。よし、ナイス。地下室、何、あ、ダークウルフ17。ああ、やばい、なんか来てる。なんだなんだ、
能力かあれ。入った。お、こっちに入ったんだ。で、ウージだ。ダメか。なるほど。なるほどね。こっちに入り込んだんだ。まあ、記憶の世界からね、やりたいようにできるんじゃないかな。V は大丈夫かな。V 大丈夫かな。未来にいる。残念だけど、あの小さい君の悪いやつ見てみよう。ああ。あ、うん？何これ。これはかなり予想外の展開ね。これは手に負えない。正直ね。うんうん。わかった。行くよ。行こう。よし。突き止めないとね。何があったの？何？戻された。この会にドールは招待したのか？あ、なんだ？あ、この能力は、あの子じゃ、あいつだ。ねえ、ちょっと閉じ込められてない？あ、素敵でしょね。やばい、こっちの子が入り込んだった。これらの記憶も。うん、もう一度リセットしよう。リセットしようって。やばいよ。もうとんでもないことになってる。エリオット家は階級、不屈など様々な事柄で知られており、エリオット家は生きている。いいタイミング、クスクス。あ、死んだ。皆さん下がって。これは一般市民の殺人です。やばいよ。なんてかっこいい。やばいよこれ。構えるなんてこの場にふさわしくないぞ。お。テッサ。テッサ。あなたはやらなくてよかったのよ。なんだ。やらなくてよ。やばい。なんだ。テッサ。テッサ。テッサ頑張ってんね。テッサだって人間やもんね。この虐殺を止めたいんじゃないかな。しっ、あの光でなんか、あ、これを見なくてよかったのに。あ、なんだ、シーンがやばい、マジで。このクソ、絶対構成のソルバーなんだから、掴んで。掴めないんだ、体大きいから。もういい。これあれやね、中身は違うね。そうだわ。ねえ、V、ここでちょっと手伝ってくれないかしら。 V が来るのか。なんだ、はい、バイバイバイ。私ない人、私とかディオや。欲しがってるけど、欲しがってるけど、あんたのものにならないって言ってるわよ。これは唯一の手がかりなのよ。そうやね。なんなのよこれ。あ、やばい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 。あ、なんだ、もうほっといてよ。はあ、とりあえず追い出したって感じか。テブスピタハロシドア。あなたにはいい娘がいます、ドアマンさん。私への当てつけだろう。ボージュ、ノラドナ。ああ、そうね。なんなんだ、この子もこの子で、なんかの意思があって動いてるんやろうけど。睨みつける。ねえ、新エルドリッジのために怪物みたいに、うん、絶対構成のソルバー、空間指数関数シーロー。なんだこれを見て。あ、かわいい。もともとこうやったよね、だって一番最初はこのメガネかけてたよね。うまくいった。これシーンやんね。ルデン、レトリバーは、うん、優しい口。これで、かわいい、嘘、気持ち悪いわ。あなたの OS を削除してから。ああ。さよなら、相棒。なんで N N 大丈夫。な、何が起こる。ウージじゃない、紫色、ほら戻ってきたんだ。ストリーミング、危ない。よかったよかったよかった。うー、取り返したか。大丈夫か。
ージ。そう、ウージやね、今これ。紫色の目やからね。さらさないでよ。うん。ありがとう。よかった、よかった。ろくでなし、頭の中から出て。おお。これあれか、今のシーンじゃないか、これ V か、ちょっとなんかこんからかっちゃうな俺も。あれシーンどんな顔だっけ、ちょっと一回シーンの顔見ていい。これがシーンか、これやんね、この髪型がポーンってなってんのがシーンやね。オッケー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 、これ V だ、そうだそうだ、これ V じゃん、 V やんね、 J、 え、ちょっと J じゃない、 V のはず。オッケー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 、よし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 、なるほどね、分かってきた分かってきた、こんがらがっちゃうよね。 V、N、C、J もいるからね。あ、で、この子はな、名前まだ何だったっけな。あ、J いるじゃん、これが鍵よ。お、一緒に連れてって、それがやばい。あ、J とこの子、そうやね、上から来た子はね、うんうん、なるほど。行きましょう。なるほど、もう使えなくなってるのか、あの子。やばい。どうなるの。まあでもなんかシンが悪そうな感じはするね、みんな。昔シンが祝賀会で人間を大虐殺しようとして、まああれは一応記憶の中の世界からね、まあ、武勇とかもいたね。でもちょっと続きを見ていこう、一気に見ていった方がね分かりやすいと思うわ。よし、みんな、エピソード6デッドエンド、これが今最新話でいいんかな、それとも最終話なんかな。一応ね、デッドロック、あ、違う違う、エピソード6以降はもうあんまりね更新されてないよね。まあたまにちょっと更新されるんやけど、このあと数ヶ月後ぐらいにアメージングデジタルサーカス出たから、どう、あれ、これアメデジでもあったパソコンじゃない、ちょっと違うな、あ、ちょっと違う、ごめんなさい、ちょっと違うかった、場所も違うね。誰だろうこの子、また新しい過去編かな。でもアメデジの世界によく似てる、ここ。やばい、バレてきてるよ。あれ、え、これ本当にアメデジの世界じゃない、なんかちょっと違う、あのやつちょっと 見覚えあるけどな。んで、何来てる、あー、やばいやばいやばい、ちょっとリンクしてたりしないかな、世界、ジブリというか、なんというか、ディズニーというか、ちょっとだけリンクしてるみたいな。あれは何なんだ、やばい、なんか犬みたいな形のドローンがいるんだ。そうね、ここはテッサ、テッサ、テッサなんだこれ、テッサなんだこれ。その子は、なんで人間がここにいるの。確かに人間やんね、テッサは。あんたにはうんざりなんだけど。ジェイね、役立つドローンは量産されるのよ。君のことだね。さすがジェイ。シンは一体どこに。逃げられました。お互いに取り逃がしたのね。シン、太陽系外惑星であなたたちを襲ってたことまでは分かってる。なぜ。それを解明しようとしてるのよ、バカ。ほうほうほう。シンがやっぱりなんか追いかけてきてるんだ。でもし、どういうことなんだろう、ちょっとまだわかんないな。うんうん、やばい、取られたね。その子はちゃんとちょっとこの子の目的も知りたいよな。でもテッサはやっぱりまあドローンのこと好きっぽかったし、仲間っぽいよな、ドローン側の仲間って感じがする。真の命令を中継して。真の命令、生物の着地点を相当して戦闘を築け、うん、ステップ2、この記号の研究所に入れ。時間はないけど、シンが研究所を求めてるなら焼き払っておきましょう、うん、あのキーバグが入れてくれる。ほうほう、キーバグね。ジェイ、宇宙船を頼むわ。ほうほう、はい、もちろん。不安なんかな。やばい、なぜドールが関係あんの、あの子に、うん、何が。確かにドールあれやね、あの子は人類が何かしたと思ってる、うんうん、自分の家族にそれで生まれつきの病気になったと。おお、なるほど、あの目のことか。で、その通りだと思ってる。ああ、一緒に来る。う
なんかドールは、あ、ドールあの子ね、あの一番さ、あの 目持ってる子ね、あのクラスメートやった子、あの子が、あの子もなんかちょっと人間に対してちょっと復讐心みたいなのがあるんだ。なるほどね。まあ大体分かってきたな。なるほどなるほど。どうなるんだろう。うん、かっこいいな。タクシーエレベーターって目印はあるの？ここに入れっていう真の命令って言ってたもんね。あれじゃあ真はなんか特に悪者ではないけど、まあ、どういう立場で考えるかによるよな。人間、まあ、ドローンたちを救うために人間を倒すっていう目線で言うと真は正しい方向なんじゃないかな。真はなんか人間をやっつけようとしてるって感じだったもんね。なんかドローン側目線で言うと真の方を応援するみたいな感じなんじゃないかな。なるほど、セキュリティ対策されてるかも、うん、特にあなたたちに対してね。なるほどね、ドローンたちね、ドローンたちに対してセキュリティ施されてると。周りを見ないでください。なんだ、セキュリティを作ったのが人間なら制御できるはずよ。立ち入り禁止。多分ね、真の計画を潰せるなら何でもいいわ。あ、でも真の計画を潰そうとしてるんだ。ママのことが分かればね、でしょ。うん、そうだね、ここからはママってことは真とは敵対してるんだな。真の計画を手に入れて、そうだな、まあ、ここも破壊するみたいにしたもんね。真が必要な場所やね、ここ。タクシーエレベーターって書くかな。でもあ、罠だ。何？何の声？何？怖い、この声。怖い。ちゃ、なんだ、あれだ。あれ、子供の声みたいな。再生するんだ。ああ、動いてる。帽子持ってたぞ、今。え？何？どうも地上のおまぬけさん。え、誰だ。あ、誰なんだこいつら。大丈夫、うん、ウージだな。紫の目だから分かりやすいわ、ウージは。まぶしいな。なんか拘束されてる研究所みたいな感じなんかな。シーンをどうにかして止めないとね。シーンが人間を滅ぼそうとしてるって感じはするから。何、まずい。あ、やばいよ。これ監視ロボが持ってきたの。監視ロボ、ほんほん。いい部品は傷つけないようにしないと。なるほど、部品を集めてる。他の部品より価値のある部品ってあるのよね。あ、価値のあるですって。おい、そいつ解体したらでかくてキモい虫になるよ。確かに、そうやね。さっきもそうやったもんね。J やった、 J。J と V ちょっとね、あの見分けつかないの俺。そう、じゃあもういいわ。やばい。使えなくなってる。使えない。前に魔女も処理したことあるのよ。うん、でも彼女が死んで以来2体目ね。魔女、この能力を使うことを魔女って言うんだ。はあ、ねえ、あなた、テッサ、私にそんなことしたら残念なことになるよ。あ、痛い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 。これダメだよ。生き返るもんね、だって N は。いい仕事するね。N、どっちの味方なの？切るんだよね。切ってみたいみたいな、そこじゃないよみたいな。もうちょっとそこそこみたいな。なんなんだこ。ここにノリの子供がいるわ。ボウ、ノリの子供。鎮静剤がいる。やかましいのよ。ノリの子供ってことはノリがお母さんってこと？ウージのことやんね、子供って。多分。
鎮静剤なんだ。あの頭に刺してるもんね。これこれ、それそれ、なんていうのあれ、あれが鎮静剤代わりになってるんだ。これ磁石磁石。なんでママのこと。やっぱノリママのこと知ってるんだ。悪くなかったわね。うん、あ、じゃあママもやっぱり魔女で二人目って言ってたから、ママはやっぱりこうなんかこの子にちょっと研究されて死んじゃったってことかな。もう直接関わりはないかもしれないけど。まおし、あんたそっくりだよ。黄色い目以外はね。黄色い目、やめて。ママは黄色かったのか、目が。えノリのことよ。確かに全員内派させるなんてすごかったわ。やばい、あの磁石のせいで。大丈夫、いなくなってる。この子かわいいな。こうなんかでき損ない感がかわいいな。よしよしよし、逃げようか。あそこにいるんだね。大丈夫、 V は助けるわ。 V も助けよう。なんだ、ウージもね。ウージもね、そうそう。地球を見てみたい。 N、いやテッサ、時間がない。あれ、ここの場所って最初あの犬がいたところじゃない？オフィスみたいな。なになに、今地球の姿がとんでもないことになってるってこと。部屋からは出られないはずよ。やばいやばいやばい。ああ、あ、治ってる。部屋に戻ることもできなくしてやる。ああ、なるほどね。ドア3。大丈夫かな。お願い、ポップコーン食べてる。あ、やっぱさっきのやつだ。一番最初で犬みたいなやつだ。ああ、あ、使えないんだ、鎮静剤のせいだ、あの磁石。地球これ、え、どういうこと。損傷 AI で変異が生じてる。シンをホストとして全てを手に入れた。え、人類はこの出来事を気楽に見ていたの。そして理解したはず。え、人類はただ拡散しただけだって。それでウジを直せるよね。どういうこと。だからここに、ここに来たのは感染したドローンを確かめるため、うん、研究所であのリストを見つけて、うん、運命を委ねる必要が出てきたの。一体のドローン N にね。 N、 君じゃないか。あの子があの子じゃなくなる前に。ああ、やばい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 、まずい、いや、やばいよ、N、ま、やばい、黄色になってる。はっ、まずい、食べる。私、人間よ、いい子にしてくれないかな。人間はもう一瞬でやばいんじゃない。やばいやばいやばい。なんだ、撫でたら、撫でてみようか。あ、かわいいね君。あー、うそ、悪い子ね、悪い子、最悪、エラー。あ、はあ、やっぱり人間プログラムされてるんじゃない、人間を食べたらダメなように。だからエラーが起きたんだな。今血を見るとエラーが引き起こされるようになってるんだな。もともとはだって人間が作ったものやもんね、ドローンも。なんだ、やばい。ああ、禁止域で。ああ、ウージ？やっぱウージの中に
シン…え、え、ちょっとわかんない。見よう、とりあえず。手を貸して。は、あ、大丈夫。あ、やられちゃった。ボウ頼む、生きてくれ。可愛いから、あの子。ボウ、ナイス。頑張れ。出てきてるけど。お、ナイス。あ、君がね。あー、もう、そんな、最悪だよ。ちげえね。やばい。やばい。頼む。V 頼む。V か。なんだ。さっき生み出したやつだ。なんだんだこれ。は？治ってる。起きて起きて。何がどうなってるんだ。本当に大変だったのよ。ムイ、ウジは損傷してる。行くわよ。ちょっと見せて。監視ロボは制御できるって言ったよね。確かに。それは私だけは大丈夫って意味で、まだやることが。気にすれば。Nは。大丈夫よ、Nまだ V には話せないわ。何？何の話よ。うん、ああ、クラクラする。やっぱりそうなんじゃない？地球のことはまだ話せないわってことやんね。だって地球に帰ろうとしてるけど、地球はもう真に征服されちゃってるってことやもんね。V もだって地球に帰れると思ってるもんね。あー、どうなるんだ。でもこれアメデムチの世界で見たぞ。でもこの扉といい、ちょっと違うんかな、俺の気のせいか。すっごい似てるけどね。オフィスだけ同じの使ってんのかな。どうなるんやろこっから。でもなんかこのチャプター6で終わりのはずやねんけど、まだ続きそうな感じはするけどね。やばいやばい、追われてるよ。なんだ、ホー、え、なんだ、ホースティールって書いてた。やばい、いるよ。ここでちょっとね、撃って、元気ですか？まあなんか良くないみたいな感じで、後で話そうかみたいな。いいね、こういう顔で会話できるの可愛いな。どうなるんだ。おい、大丈夫か？いる。は？ドール？あのマークはあれやんね、首輪についてたマイクだ。いいわ、罠よ。そうね、大丈夫。もう使いこなしてるんだ、その尻尾。やっぱりそれはもうその能力は使うなってことなんやろね。ちょうどよかったわね。もう多分ウージには言えないけど、その能力使うとやっぱりどんどん変異しちゃうんじゃないかな。だからこの子たちは V と N は止めてるんじゃないか、ダメって。あ、ちょっと好きになってるじゃん2人とも。汗と照れてる顔が可愛いな。罠やね。でも多分大丈夫。不正なユーザー、私のロボットに触らないで。あんたのものじゃない、うん、あんたもひどいわね。なんだ、生きてるか。ドール、バッファリング。ああ、なんだ、ボタン押された、あのドクロマークの。ああ、何、え、アディオスみたいな。
逃げられた。逆なんよね、エレベーターが落ちてきたわ。やばい、放たれた。やばい、いた。ああ、人間がいなかったらよかったのにね。そうやね、これで、あれエラー引き起こされない。そうやね、エラーになるはず、これで。あれあれエラーが効かない。ああまずいよこれ、エラーのやつ効かなくなってる。ウジ、そう、それ使っちゃダメなんよ。あ、やばい。ほらほら、もう血が効かないもん。あ、危ないよ、人間だから。あー、止めてる、かっこいい。 V かっこいいよ、あんた。やばいよそれ。これあったっけ。やばい、暴走する。あ、腕が。あ、早く逃げてって、早く逃げよう。あれ V は、 V 早く V いっちゃ、いやそれ、そういうのやめて、そのあった後で行けみたい、後で行くみたいなやめて、早く倒して。 OKOKOK、 うわかわいい。あれ、あ、 V 倒して。 V のあのメガネももともとつけてたやつじゃなかったっけ。あ、やばい、してる、まずい。あ、V 早く来い。ユージ頼んだわよ。もうやめて。嘘、最悪。ここで終わんのはなしにして。マジかよ。いやでもみんな、これで3ヶ月前にこのねエピソード6が出て、この次に出たのがアメージングデジタルサーカスのオフィシャルトレーラーとかやから、2ヶ月に1回更新ぐらいしてたんかな。けどその更新がまあちょっと遅れて、アメージングデジタルサーカスが始まった。待って、ビギニングオブザエンド、これちょっと見てみよう。もしかしたらエピソード7、次7やんね。エピソード7の話がちょっとわかるかもしれない。 We are worker drones. あ、これあれだ、なってるんだ、日本語になってないね。まあ、これでいいや。あ、てかやっぱり英語の声の方がいいな、俺は好きだけど。あ、今までの総集編だ。うん、どうなるんやろう。そう、ウージー、あなたを信じてるって言った、惑星をくれてありがとう。ああ、そうだな。これでも今までの流れだ。V、 もう V、 V 頼むよ。ああ次の話だ、これ一緒。あっ、ウージがエピソード7と8。え、あー、来年の春だ。だいぶ先だ。うわ、もうちょっと早く見たいな。いや、ということでみんな、マーダードローン、今日はね、みんなと一緒に一気に見ていきました。いや、めっちゃ面白かった。いや、めっちゃ続き気になるわっていうか、でもどういうことなんやろうね。シンが多分一番の悪者で、シンが俺、ウージの中にね、なんかあって入り込んでて、今はウージとして生きてるみたいな感じで、時々シンに戻っちゃうっていうかなと思ったんやけど、けど N たちが地球に来た後に、シンたちがこう地球を征服してるみたいな、今の地球の姿はこれよって言って出してたし、またちょっと違うっぽいな、そう考えると。
俺もね一気に見てみて、まだ2回も3回もね見てみないと分かんないこといっぱいあると思うからね、マーダードローン詳しい人いたらね、いやこれはこういうことだよってコメント欄で教えてくれると、次ねエピソード7と8出るみたいなんで、来年の春か、その時にねより楽しめて見れるからね、よかったら知ってる人いたらコメント欄で教えてください。ということでね、今日はみんなと一緒にムービーナイトでした。また来年の春ね続き出たらみんなと一緒に見ていきたいと思うんで、マーダードローン大好きだよと思ってる人や、この動画楽しんでくれた人は高評価とチャンネル登録もよろしく。ということでまた明日、バイバーイ。